由来くつかは、スロバキアボイニツェ出身のサッカー選手。ワトホード FC 所属。スロバキア代表。ポジションはミッドフィールダー。スロバキア国内にて頭角を表した後、2009年1月に、チェコの AC スパルタプラハへ移籍。2009から2010シーズンのガンブリノスリが優勝に貢献した。2011年1月に、セリエ A のジェノア CFC へ移籍。 1>, 1月12日に行われたコッパイタリアのインテル戦でデビューした。シーズン終了後の8月31日、インテルに共同保有権が譲渡された。2012年6月22日、ジェノアがインテルから共同保有権を買い取った。2015年8月28日、AC ミランに移籍した。契約は4年間。2017年7月7日、 スユペルリグのトラブゾンスポルへ移籍。契約は3年間。2019年1月15日、パルマカルチョ1913に移籍した。2021年8月6日、ワトホード FC にレンタル移籍。2008年11月19日、リヒテンシュタインとの親善試合にて、A 代表デビューを果たす。予選では1回も招集されなかったにもかかわらず。 ブラディミル・バイス監督によって2010フィファワールドカップ本大会のメンバーに抜擢され3試合に出場した2011年8月10日のオーストリアとの親善試合で代表初得点を挙げた出場国際エマッチ63試合7得点得点ありがとうございます